本では英語がそのまま定着して普通に使われている言葉がたくさんあるのはご存知だと思いますが、それでは逆に海外で通じる意外な日本語も結構存在することはご存知ですか？そこで今回の動画では海外で意味が通じる意外な日本語がグーランキングになっていたのでご紹介します。海外でもそのまま通じる意外な日本語とは一体どのようなものがあるのでしょうか。海外で意味が通じる意外な日本語ランキングトップ10。10位、改善。改善とは誤りや欠陥、ミスを是正しより良い状態にすること、行為のことを指しますが、これは日本の製造業が日本国外へ工場を展開した際に日本から派遣された作業トレーナーが現地従業員に教えたり、また1980年代に MIT が中心になって行った日本の製造業の強さの研究などを通じて日本の製造業の重要な要素の一つとして日本国外でも広まった日本語です。9位、カラオケ。今や世界各国に広がりを見せている日本発祥のカラオケは世界共通語になっています。ちなみに外国人にも受ける日本の名曲は坂本九さんの上を向いて歩こうやレイ・チャールズもカバーしたサザンの愛しのエリ、アルゼンチンでカバーされ大ヒットしたザ・ブームの島唄、中国、韓国、イングランドでもカバーされている尾崎豊の I Love You が挙げられます。8位、もったいない。もったいないとは物の本来あるべき姿がなくなるのを惜しみ嘆く気持ちを表す日本語の単語ですが、これは環境分野で初めてノーベル平和賞を受賞した人物でもあるケニア出身の環境保護活動家ワンガリ・マータイが2005年に日本を訪問した際、もったいないという単語の持つ意味に感銘を受けた後、この意思と概念を世界中に広めるため他の言語で該当するような言葉を探したが見つからなかったため、そのままもったいないを世界共通の言葉として広めているそうです。7位、先輩。今や漫画やアニメが単に言葉としてだけでなく日本由来の文化としても海外に浸透していますが、これに伴って漫画やアニメでよく登場する先輩という言葉もまた海外で浸透しつつあります。そして漫画やアニメにおける先輩は少女が恋焦がれる年上の男子というポジションで扱われることが多いことから、海外では先輩は私たちのよく知る一般的な先輩の意味を通り越し、自分の気持ちに気づいてくれない人という恋愛系作品特有の意味で捉えられるようになっているようです。6位、ドラえもん。日本アニメの一流ブランドの一つであるドラえもん、特にアジア圏での人気がすごいそうですが、それ以外でもスペインでは実際の猫に青い服を着せてタケコプターをつけた CM が放映されたり、イタリアではドラえもんの影響でドラ焼きが子供たちの憧れになっていたりするそうですよ。5位、少し。英語でのスペリングは少し、辞書を引くとあ、リトルビットでまさに少しという意味です。1945から1950年頃にアメリカに輸入されたと考えられています。ジーンズのリーバイスがお腹が出てきた中高年向けに Just a squash more room、 もう少しだけ余裕のあるサイズというスローガンを作り、その後英語として定着しているそうです。4位、過労死。日本人の労働時間の長さは世界でもトップクラスでしばしば社会問題として扱われますが、この過労死という言葉は不名誉なことではありますが、今では過労死と英語圏でも通用する言葉になっています。英語だけにとどまらず過労死レポートなんていうフランスのウェブページも存在するほどで、今やこの言葉は世界的に通じるようになってきているようですね。3位、変態。変態そのものを指す言葉は各国に存在していますが、変態は日本のアダルトアニメや成人向け漫画、ギャルゲーやエロゲー、またはその画風を模倣したものを指して日本国外で用いられる言葉となっています。これに加えて日本のアニメや漫画、ゲームなどを元ネタにしたコスプレポルノも変態と呼ばれるそうです。2位、残業。4位の過労死などの原因ともなり得る残業が2位となりました。ちなみに海外の残業と日本の残業の本質はそもそも異なっていて、海外ではあくまでイレギュラーで業務命令など給料割増で行うものなのに対し、日本においては日常的で自らあるいは強制的に給料はもらわず、
見込み残業やサービス残業として発生することが多く、日本のものとはっきり区別するためにそのまま定着したとも言われています。1位、引きこもり。仕事や学校に行けず家にこもり、家族以外とほとんど交流がない人の状態を指す引きこもりが堂々の1位に輝きました。もともとは日本の引きこもりが海外のニュースでクローズアップされて有名になり、日本のような小さな島国に300万人以上も引きこもりがいるという驚きから、そのまま言葉が定着したようですね。いかがでしたでしょうか。この他にも寿司、天ぷら、忍者、うどんなど世界で通じる日本語はたくさんあります。興味のある方は自分でも調べてみると面白いかもしれませんね。少しでもお楽しみいただけたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。